誰かいますか？僕です。あのゴードン・フリーマンですよ。みんなのヒーロー、地球の救世主、拍手でお迎えください。ゾンビのお出迎えとは、なかなか粋な演出だね。初めてだよ。ここもついさっき閉店しました。ジャスコのせいです。じゃ、アイテムだけもらって。次行こう。いいねえ、尊敬される人間は、ただで物がもらえる。頑張った甲斐があったものだ。お歳暮、お中元の類も歓迎だ。待ってるぜ。たまらねえ。しかしよく考えたら、この世界はもうお金なんてないし、あっても無意味なんだよね。みんな配給とブツブツ交換で生きてる世の中だもんな。お金のない世界って嫌だな。何のために、頑張ればいいかわからないじゃんよ。有能か無能か、働き者かな負け者か、の判断基準って、結局のところお金で決まるもんね。ここは裏技があって、ここからドラム缶を打つことで、水門が開きます。あの水門を開かなくちゃね。そんじゃ中に、
行って暴れるか。ぐちゃぐちゃのケチョンケチョンにしてやんよ。膝を切ってやる。一本一本歯を引っこ抜いてやるからな。それも麻酔なしでだ。いいのか。おや、こんなところにグラナータが。そうか、そんなに投げてほしいのか。お前たちはほんと欲しがり屋さんのおバカな犬っころたちだね。プリンの野郎、ブラックメサでの事故の責任を未だに僕になすりつけようとしてんのか。でももうそんなの誰も信じてないよ。はははは、邪魔見ろ。だよね、誰も信じてないよね。知らない。水門の修理費の領収書はブリーンに送っておいてくれたまえ。あまり調子に乗るんじゃない。これでよし。お前らひどすぎだろ。たった一人を寄ってたかってボコボコにしやがってからに。これはいじめです。教育委員会に訴えてやるからな。
いいね。しかし、こんな調子で本当にブラックメサイーストにたどり着けるのだろうか？ルート派一つしかないし、隠れる場所もない。あいつら全力でのっ殺しにかかってきてるじゃん。これはいくらなんでもきつすぎのきつまんです。そんなに激しくついたら、俺の血管壊れちまうよ。また水門閉めやがったな。バカな奴らだよ。そんなことしたら僕がどうするか？簡単に想像がつくでしょうが焼き定食。中身入ってあらずに決まってんだろうが。今日は殺すにはいい日だ。心配するな。これは麻酔銃だからな。面白いなあんた。俺冗談大好き。そう、あのチョッパーがしつこくつけ狙ってやがるぜ。おまわりさん、こいつストーカーです。変態野郎です、変態ユーミン野郎です。僕をレイプする気です。ああ、助けてー。ユーミン野郎、お前、話せとさ。行き先がわからなくなってしまった。これはまずい。
ち殺すてめえこの野郎。うわっ、よし、ここだな。逃げおせると思ったのか。あれあれ、やっと静かになったな。波の音でも聞きながらのんびりしたいとこだけど、早く行かないと、どんどん増援が来ちゃうだろうからな。奴らは無能な癖して、数だけはすんごいもんな。
気症。あのチョッパーはどんだけうんこ爆弾垂れ流したら気が済むんだ。多分小型のポータルで爆弾を転送してるんだな。エンドレス排泄野郎だな。大丈夫だ。